仕事終わりのパパが臭くて困っています。なんか全身足の裏みたいな匂いがしてご飯時に気になってしまいます。お仕事頑張ってきてくれたからそんな臭いから先に風呂入ってなんて言えないし、パパを傷つけずご飯前にお風呂に入らすにはどう言えばいいですか。何がおもろい。何がおもろいな。かわいそう。あなた、大丈夫ですよパパ、気にしないで。二つの間違いが、私のことじゃないし私はパパじゃないの。二つの間違いがあった今。まだ足の裏ならまだ大丈夫ですよ。まあ、足の裏ね、匂いがするのも、もはやね、まあなんかイメージ的にもうね、あ、まあそういうもんかなみたいになるからね。そうね。何？だってなんかママとかと協力して、なんかパパが来た瞬間に、え、なんかこの家臭くないみたいなのでこう察させる。え、ごめん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 、確認していい？本気で言ってる？え、なに？家庭崩壊屋さん？なに？っていうの、そっか、パパやっかそれ。え、やっていうか、もうなんか いじめじゃないそれもう。もう、それはもう家来て、下入った瞬間にさ、なんか娘と、ね、奥さんが急に、なんかこの家臭くないって無理すぎるでしょ。ダメ、ダメそれは。ストレートに言えよ、じゃあ。うん、パパ臭いよって。いや、ダメかな。まあ確かに受け入れてほしいけどね。別にパパ悪くないもんね。だって仕事頑張ってきてさ、臭くなってるわけじゃん。そうそう、だから風呂、だからその対策があるやんか。風呂に入ってで終わりじゃん。確かに。え、もう満面の笑みでさ、パパお仕事お疲れ様、臭いよ。え、なんでいらん、いらん最高要素を足そうとすんの。なんで笑顔が必要なのそこで。え、だってなるべく空気悪くしたくないから、うん、あ、穏便にってこと。じゃあなんかムスッとして言えばいいんですか、パパ臭いみたいな。笑顔でなんか言った方が良くないですか。笑顔か。普通の顔